和美ちゃん天皇杯チャレンジ2022年天皇杯行けなかったらフルマラソンチャレンジ。こんにちは、かずみっチャンネルのかずみっちゃんです。今日は前回に引き続き千葉市個人戦の様子をお届けいたします。今日は予選リーグの最終戦です。ではご確認ください。どうぞ。Yeah!
はい、ということで、予選リーグ最終戦、ファイナルゲームの末負けてしまいました。相手の後衛の子が結構乗ってて、まあ、止めきれずにゲームカウント 0-2 スタートっていうのがまあちょっと良くなかったですね。で、相手の勢も硬くてなかなか活路が見出せない中、ファイナルにまで粘ったんですけど、ちょっとファイナルに入った頃にはこっちの攻め手がなくて、まあ、負けちゃったっていう感じです。ただですね、今回の大会予選リーグ2位抜けまで抜けれたので、まあ、あの決勝トーナメントに一応進めることができました。イエーイ。で、次回は準決勝の様子をお届けいたします。では今日はこの日で業務終了します。お先に失礼します。